の？聞こえる？カルトがうちのピーチーズを怒らせたの。きっとあれを食いちぎられるわね。ピーチーズを見かけたら教えてちょうだい。もうこんなことしてる時間はないのよ。あの卑劣な連中がうちを襲撃してピーチーズを殺そうとしたのよ。あの子は復讐に向かったわ。ピーチーズのことだからあいつらを食い殺すつもりよ。きっと近くのキャンプ場よ。あそこは脇の下と加工肉みたいな匂いがするもの。エデンズゲートの負け犬たちがいるんだわ。すぐにあの子を見つけて、ちゃんと餌を持つのよ。餌さえあげればマリーナにいる女みたいにどこまでもついてくるわ。さあ、子猫ちゃんを連れ戻して。ピーチーズがベギーを襲ったりする前に見つかるといい。あんな加工食品ばかり食べてる人たちは消化に良くないでしょうからね。ピーチーズ、帰ってきてくれてよかったわ。見た目より賢いわね。
正直もう会えないと思ってたわ。あなた頭が鈍そうだったもの。でも間違っていたようね。そうね、この猫はあなたに譲るわ。ここ数日水をくれだの餌をくれだの構えだのうるさくされなくてほっとしてたの。行ってちょうだい、話は終わりよ。あなたは答えを求めてる。でも道を見失ったようにも見えるわ。ピーチズは凶悪な獣だが、メイブルの相手をするよがマシだろう。俺は猫好きじゃねえが、あいつはペギーの血が好きだし、瞬く間に奴らを倒してくれる。天気のいい日が苦手なの。ついつい話しすぎちゃう。二人で話がしたいんだ。信じられるか？奴らのせいでそこら中が祝福だらけだ。エデンズゲートはあの毒をところ構わず運び込んでる。川にも流してるんだ。あれは毒性のある競争剤だぞ。あの大きな緑の容器が見えるか？祝福が入ってる。どこか重要な拠点に向かってるみたいだ。目的地を探って破壊しよう。ライフコーチの受け売りだけど、問題は細かくしてから対処するといいんだ。まずはステップ1、容器の追跡に使えそうなペギーのラップトップがあるんだ。容器を見つけたら吹き飛ばしてやろう。ボカーン。GPS に接続できる。すげえだろ。だからパソコンを見つけてボートを探す。そしたらコンテナが見つかる。あとは奴らを粉々に吹っ飛ばすだけだ。天使はありがたい。やっちゃThank you.
ってくれる。中にいるってのは知ってるけど、ひらめいたんだ。そこは昔の鉱山かなんかだろ。シーフォーダとか爆薬があちこちにある。祝福のコンテナを吹っ飛ばすのに最適の場所だよな。
道を歩む者たちは自ら選んでそうしてるの。あなたに彼らを止める権利はない。彼らは救済を求めてる。もう二度と彼らの邪魔はしないで。